ジョンラジお便りコーナー、いやーよっ。さあ今日の最初のコーナーはお便りコーナーということで、今日もジョンラジ宛てに届いた皆様からのメッセージをじゃんじゃんバリバリ紹介していきますよ、はい、では早速お願いします。読ませていただきます。高畑から読みます。はい、ですね、こちらはラジオネーム bb@高畑商事社員さんからいただきました。社長マリリン、お疲れ様です。マリリン、毎週楽しい放送ありがとうございます。こちらこそ。中四国一創造力をかき立てる番組、まさにその通りですね。その通りですね。ラジオ放送と連動している YouTube やロケやお土産コーナーなどを自分なりに想像して、その答え合わせが動画でできるのがすごく魅力的です。嬉しいね。ありがとうございます。すごく魅力的って、自分なりに想像してくれてるんだね。中四国一想像力をかき立てるラジオだからそうですね。あの6月の、ね、頭ぐらいからなんか、うん、台本に急に入ってきたよね確かにその通りですね。いつも聞いてくれてありがとうございま す。これからも聞いてください。聞いてくださいね。ラジオネームのりさんからです。ありがとう。ただぼんまりちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週欠かさず聞いています。僕はほぼ月1で香川県から境にある SKE48 劇場に遠征をしています。すごい、香川の方だ。ありがとうございます。一緒だね。毎回新幹線で向かっているのですが、新幹線の車内では境について公園の前に何を食べようかな、どこに行こうかなといろいろ検索し、帰りの新幹線ではその日の公演の余韻に浸り、メンバーの SNS チェックをしています、うん、お二人は香川に来る際は新幹線とマリンライダーだと思いますが、うん、それぞれ香川と名古屋の往復の時間は何をやってるのか教えてほしいです。何やってますかね。何やってらっしゃりますか。いや、ほんと気づいたらもうついてるんですよね、香川に。あっという間だよね。あっという間だね。なんかでも、うん、ジョンラジの収録だとね、朝早いことが多いから寝てますね。あー、だから高畑さん、名古屋から岡山まで寝てますよね。あの、ゆうきちゃん寝てるよね。ね、あの寝るよね。基本ね、私の席の前がゆうきちゃんになることが多いんですけど、うん、いつも寝るのよ。それ髪の毛だけ座席から見えるのよ。カクカクってなってる。そう、寝てるかな。朝早い時は寝てるし、帰りも寝てるかもしれない。寝てるね。寝てるのよ。ゆうきちゃん必ず見たら寝てるわ。寝てる、うん、そうかもしれないね。タリさん何してる？いや、私ね、今まで寝れてたんですよ、うん、なんか移動中絶対寝てたんですけど、うん、まあ25歳超えてから、うん、なんつうか眠れなくなっちゃって、私の逆だわ。私は寝れるようになったから寝てるんですよ最近。だからもう、うん、もう目がギンギンなのよ、うん、だからあのいつも瀬戸大橋見てる、こうやって。あー、マリナイナーからね。う、うん、こうやって綺麗ですよね。綺麗だな。毎回写真撮っちゃうよね。毎回撮っちゃう。で、うん、家族ラインにポンって送る。いいんですよ。今日の瀬戸大橋、今日のセブンみたいに言わない、まあ、もう分かったね。で、あの畑子さんのインスタ見てください、うん、お願いします、ね、何過ごした方が。あと音楽とか聞いてますよね。あ、聞いてますね。みんな大体音楽とか聞いてるんだから。私たちさ、結構ライブとか多いじゃない、うんうん、その時はもうずっと SK の曲聞いてない。聞いてる。その瀬取りの練習とか、新幹線で練習してます、ずっと、ね、いや大変ね。大変ですね。じゃあ次行きますね、はい、次はですね、神奈川県にお住まいのラジオネームチコさんから。チコちゃん、初代ニャングラです。え、お、ステッカーください。初代ニャングラ、懐かしくないですか。ニャングラなんか思い出してきたニャン。あのさ、なんかヘッドホンしたやつ。そうだ、スタッフさんが勝手に買ったやつ。そう勝手に買った勝手に買ったあのヘッドホンどこ行ったんだろうね。猫のやつ気づいたらね。待って、なんかあるよ。これを認めると収集がつかなくなるのであれですが、うん、初代はとても名誉なことなので特別にステッカーをあげます。本当だよ、ディレクター。あ、ディレクターさん、はい、いや本当そうだよ。だって初代ってもうね、1年前ですよね、うん、私たちがラジオを始めてあんま慣れない頃から聞いてくださってる。そうですよね。嬉しい。今回特別らしいです。特別です本当に。でもやっぱりたくさん聞いてたらいいことありますね。このステッカーめっちゃ可愛いからね。続いてはですね、うん、ラジオネームまさくんからです。ありがとう。ゆうきちゃん、まりかちゃん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞いております、うん、先日久々に SKE フェスティバル公演に当選して劇場に行ってきました、うん、この日はゆうきちゃんが超可愛いハーフツイン&まりかちゃんの久々の公演出演ということで、ゆうきちゃんが元気いっぱいでした。そうなの。そうなんかな。私が出演するから。え、これ、あ、タリさん出演してた時やんな。だって久々って帰ったやん。お前ごめん。久々に出演してた。
めっちゃ楽しい公演でした、うん、MC ではゆうきちゃんから髪型で人って変わると名言が出たので、うん、先日髪を切るときに変えてみようかと思ったけど、うん、勇気出せずいつもの通りに落ち着いてました、うん、お二人さんが今後どんな髪型になるか楽しみですという髪型のことを書いてありますね。言ったの？髪型で人は変わるって言ったわ。言った記憶あります。なんか可愛い髪型してたら踊り方もちょっとアイドルっぽくなるっていう。なるほどね。ディレクターさんがですね、ハーフツインは2倍増し、はい、ディレクターって書いてあるんですよ。誰ハーフツイン好きなんですか？あれ、ハーフツインは2倍増しって書いてありますけど、よくやるよね。よくさ、最近ちょっとやったぐらいかな。やってるよ。あんま恥ずかしいからやらないけど。いやいや、でも私もこのまさくんと一緒で、髪を切る前は、よし、バッサリ切ってやろうとか思うのよ、イメチェンしようとか、でも実際美容院行ったらやっぱ安定求めちゃう、ね、いやだってそこまで長かったらさ、谷さんぐらいロングだったらさ、切るの勇気いるよね。いや、え？ないん？けどなんかやっぱり美容院行った時に、あ、やっぱ変えないとこって気分変わっちゃうから。美容院行ったら変わるんや。そう、でも髪型で人って変わるって本当だと思いますね。変わりますよ、本当に、高畑社長楽しみですよ。谷さんがもしかしたらショートになるかもしれない。あら、次の収録でね、次の収録で髪の毛がね、ゆうきちゃんがもしかしたらハーフツイン次の収録でするかもしれないしね。ありえますよ、ね、じゃあ次いきますね、はい、次はですね、こちらは香川県にお住まいですね、お住まいのたかちゃんまんさんからいただきました。ありがとうございます。はたごまりかちゃん、こんばんは。初めてメールします。最近職場でもらったいちごでいちごジャムを初めて作りました。電気圧力鍋を使って作りましたが、出来栄えが上出来でした。レモンを少し入れすぎたので少し酸味が強いですが、この酸味も爽やかな感じがして美味しかったです。ヨーグルトやパンにつけたらとっても美味しくて、市販のジャム以上に美味しく感じました。買うのもいいですが、手間を加えて作るジャムもいいですね。お二人は最近手作りしたもの何ですか？うわー、いい質問ですね。てかまず手作りでジャム作る、すごいですね。最近作ったものあります？ゆうきちゃんとかも毎日作ってるでしょ、あの旗ごはん。やってますわ。私旗ごはん見て感心してるよ、本当。え、じゃあ私の旗ごはん見て作ってほしい、無理だね。早い早い。え、待って、最近何か作りました？私作ったよ。何作りました？そうめん。お、茹でるだけ。茹でて、麺つゆにかけて食べ、ネギ切る。なるほどなるほど。まあまあ、でも料理と言えますよね。一応料理と言えますよ ね。一応な、一応まあそういう人もいるやろうし。だから本当にゆうきちゃん素晴らしいよ。いや、私は目標があるわ、やっぱ。あ、何ですか？行ってらい。私がクックパッドで揚げてる料理を谷さんが作る、まりかちゃんが作る、これが目標。いや、今スタッフさんのみんなに作るっていうのかなと思った。私そう見て作ってもらうっていうのがありますからね、クックパッドって。あれあれ、いい、なんかこの前でもさ、あれじゃん、ジョンラジで麺こねてたじゃん、私。違う。それがまた麺やん。あ、うどんにそうめんに、うどんにそうめんにカップラーメン。いや本当に。じゃあ麺から卒業しよう。じゃあ、料理。はい。はい、はい、卒業できるかな。できるかな。あ、もう時間もぴったりですよ。ぴったりな時間だわ、ね、でも今回たくさんお便り届いてましたよね。いや、もうほんとね、いっぱい届きましたよ。ありがとうございます、皆さん。マジでステッカー可愛いから皆さん本当にお便り送ってゲットしてください。もうあれですよ、届いてる方ね、結構いらっしゃるみたいでね、聞きましたもん、ジョンラジステッカー届いたよって、劇場公演のね、お見送りで見せてくれるファンの人とかいて、内輪に貼ってたよね、内輪とか、なんか T シャツになってたか、勝手にオリジナル T シャツ作ってるファンの人とかいて、びっくりしました。ジョンラジファンはね、いろんなところにいますからね、広げましょう、ジョンラジの輪。お願いします、お願いします。はい、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。引き続きこのお便りコーナーでは皆様のメッセージを大募集しております。FM 香川ホームページまたはパーク KSB アプリの投稿フォームからジョンラジ宛にどしどしと送ってください。はい、皆さんからのメッセージをお待ちしています。それと SK48 の楽曲のリクエストも大歓迎です。メッセージ&リクエストよろしくお願いします。それではここで1曲お届けしましょう、リクエスト曲になります。はい、愛知県にお住まいのラジオネームきしめんさんからです。おー、きしめん。はたごんさん、まりかさん、はい、大好きです。あら、やだ。それでは聴いてください。 SKE48 で大好き。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。